角田菊男 Y の悲劇ありふれたちょっとした出来事であった一人の男が擦り寄ってきたと思うと鏡の上着のポケットをレインコート越しにちょちょっと当たってみたのであるダブダブなアイオーバーを着て貧相な顔に色眼鏡をかけ レインハットをかぶっていた。その男が自分の後をつけていることは鏡美は塔から気づいていたつけ方が板についているところなど明らかに本職であった昭和21年10月雨の多い月である今日も朝から霧雨が降り続いてすし詰めになった満員電車の中に 運気と湿気がむせ返るように立ちこめていたこうした込み方にこうした時刻それにこうした五感をだらけさせるような天候こそこの種の人間の食欲を最も激しく刺激する条件に違いないその男はいつの間にか鏡の右後ろへぴったりへばりついてきた全てその道の型通りだった こいつ、俺のことを捜査一課長と知って狙っているんだろうか鏡はぼんやり考えている随分長い司法警察官の生活だったその半生の間にこうした瞬間を一体幾度経験したことであろう誠に不思議なことだったがそうした瞬間には五体に緊張を感じる代わりに 妙に緩んだような気だるさに支配されるのが常だったそうして最後の土壇場にはぐーっと胸をつかれるような軽い不快感を覚えるのであるそれは相手が凶暴な強盗犯であろうとこうした取るに足らざる所属の場合であろうと変わりはなかった電車は突然秋葉原のホームへ飲めるように滑り込んだ 扉が開く。乗客は一斉に流れ出すふと鏡の右肩が上がり眉がビクッと動いたたった一瞬間のことであったそしてもうそれで全ては終わってしまっていた惨めな老ウがその男を見苦しく引きゆがめ二三度もがくような身動きを見せはしたが鏡は むっつり先方を見つめたまま振り返ってみさえもしなかったホームへ出るとその男はまるで引きずられるように鏡の後についてきたその手先を鏡のポケットへ突っ込んだまま上から鏡の腕力に締めつけられている鏡は人混みを縫ってぐいぐいと歩いていった階段の陰に、 ちょっっと人目のまばらな隙間があった。立ち止まると鏡はぬっと振り返りいるような視線をその真っ向へ浴びせかけた思ったことはてこでも通さずにおかない頑固一徹なつらつきとその見上げるような肉体の重圧感はこうした場合の作為もなしに相手を圧倒した男はもう完全に観念していた。 こびるような卑屈なものがその顔にも挙動にも露骨に現れていた狡猾で卑劣で最も過当な種類の男である旦那どうにもならないで引き受けてしまったんですバカな話でさ襟に選んで旦那を狙うなんてどっととしゃべるんだ 後にも先にも加賀の言ったことはそれだけだった「えー、もう旦那こうなったら何だってぶちまけちまいます」狡猾な目がこびを含んできょときょと上目遣いに加賀の顔色をうかがっていた一度ダメだと悟ると途端手のひらを返すようにあらゆる手札を用いて相手のご機嫌をとり哀れみをこい すしでも場を引こうとする。それはこうした種類の男の常とう手段だった今朝のことでした銀座でちょっとまずいことをやっちまいましてそこをそいつにつかまれたのが運が悪いんでさあそれがどうって口じゃはっきり言えませんが 帽子を前下りに深くかぶって大きなマスクをかけ長いレインコートを着ていました。もちろん愛さえすりゃ一目で見逃しっこありません。そいつですよ、旦那。いや、をおなしに私にこの仕事を押しつけやがったのは警視庁の前に張り込んでいて 旦那が出てきたらあとをつけポケットの一軒をすってくれまあこうなんですが手付金が1000円その場ですぐくれましたそれってのがこの23日ひどくあぶれていたもんだねいや旦那正直のところをみんなぶちまけているんで ついもううかうかと。っていうよりや嫌も王もなしについ引き受けちまったんですが考えてみりゃバカな割を食ったってもんでさええそれがうまくいったらあとから5,000元くれるって言うんですがね当てにゃあなりません銀座裏にオリオンって喫茶店がございましょう。 ごんありませんい,いえねえ今夜の6時にその店で待ち合わせてまあ取引をやろうって約束になっているんです。ねえ旦那私に何かお手伝いをさせていただけませんかねえ。ぜひ旦那ぜひ。い,いえ。 ただほんの罪滅ぼしにってわけで近頃はこの物価の高さでしょう。家にゃガキがガツガツしてわたしの帰りを待っていやがるしかか大きな腹して寝込んでいやがるしこの足ときたら闇やをやるって柄でもありませんしねついもう旦那 申し訳ありません。本当に申し訳ありません途端に男は自分の手首を握りしめている鏡の指先にぐっと力の加わるのを感じた苦痛に思わず悲鳴を上げるところだった鏡はそのまま男の手先を自分のポケットの中からずるっと外へ引き出した 激しい握力に締めつけられて青白くこわばった男の指先にはしわくちゃになったトランプカードの一枚黒いスペードの三がしっかりと握られていた小曳町に橘ホテルというのがあるそこがこの殺人事件の現場であった部屋数3あ余り 支配人人のほか、女中が2人いるる。きりである下宿代わりに停宿している67人を除くとあとはもっぱら連れ込み専門に利用されているくらいで昔の建築だから思いのほか親切にはできているが結局アパートに毛の生えたものといったら早わかりがするであろう中央の急なコンクリート階段を2階へ上ると左右に廊下が伸びていてその廊下を挟んで 合計20の部屋が並んでいる。その2階には月決めの定宿者が4人だった中央階段から左へ2つ目の部屋を占領しているのは川野隆といって日本ではほとんど聞こえてこないがかつては新グランギニオル劇団のまた近年には太平洋劇団の座長として満州から民国一時はヨーロッパ方面まで打って回り その方面では少しは聞こえた男であった年齢58これがこの事件の被害者であった階段から右手へ一番目の部屋の主は山西晴美と言った22歳銀座の酒場マロニエに勤めているその隣は晴美の父山西仙蔵の部屋になっていて この男も10年余り前までは川野の片腕として得意な演技を歌われていた男だが持病の糖尿病が悪化してからは引退して静かな生活を送っていた年齢63さらにその隣には川野のおいで太平洋劇団の一員だった糸村和夫の居室になっていた30歳つまり 被害者川野隆は新グラン・ギニオル並みに太平洋劇団の座長兼俳優として黎明のあった男であり山西千蔵はその新グラン・ギニオル時代に片腕として舞台に立っていた男であるまた糸村和夫は被害者の甥いであるとともに太平洋劇団の座員として終戦まで上海にいたというわけだ山西親子は、 空襲で家を失ってからずっとこのホテルに住み着き川野糸村は3ヶ月ばかり以前上海から帰還して山西の世話でここへ京構えてからそのまま居ついていたさて事件はどういう形で起こってきたか山西先蔵の陳述を中心にして当時の状況を略記してみよう京から言えば4日前の。 午前10時10分頃外出から戻った山西が中央階段を途中まで上りかけた時突然レコードの鳴り出すのを聞いた川野は非常な音楽好きで日頃からよくレコードをかけていたからもちろん別に怪しみもしない曲は単語月夜のバラ以前流行した甘美な舞踏曲で 山西にとっっても昔懐かしいメロディーであった。山西はそれを聞きながら階段を上り通りすがりに娘の部屋を見るとドアを半開きにしたまま娘晴美は長椅子の上にだらしなく酔い倒れていた後で晴美が陳述したところによると前夜酒場で飲み過ぎ二日酔いのためか起きると気分が悪くてならなかったので向かい酒をやったそうである。 ところがそれが過ぎたのであろう再びひどく酔いが発してきて今度はほとんど前後不覚に酔いつぶれてしまったというのである苦しそうなので山西は部屋へ入って娘の介抱をしながら糸村を呼んで水を求めた外出の支度をやりかけていた糸村は水を持ってすぐ飛んでくるちょうどその時その右手廊下の つまり山西親子と糸村青年の部屋が並んでいる廊下の一番奥に宿泊した2人連れの男女が調べによると男は某会社員女は K ホールのダンサー上がりもちろん連れ込みであったその2人が帰り自宅をして廊下へ出晴美の部屋の前まで来かかったちょうどその位置に、 晴海を入れて5人の人物が集結した形になる川野の部屋からはレコードが聞こえるとその時であった川野の部屋から突然レコードの旋律を押しつぶすような異様な叫び声が聞こえてきたその叫び声については はるみの部屋の前にあってそれを耳にした4人の証言が確かに一致していたこんな意味の言葉を絶叫したというのである「な何をするんだ貴様」そしてそのあと「わー」という叫び声が起こって声はそのままぱったり途絶えてしまった異様な絶叫のあとに 平和な美しい端午の旋律が静かな長い余韻を引いて何事もなく響いているのは妙に身の毛のよだつような気味悪さだったとあとで山西や糸村が述解しているが差もありそうなことである「絶叫」については糸村も山西も明らかに川野の声だったと断言したレコードもすぐ止まった。 死んだような静寂がやってくるここで初めて一同ハッと我に返ったもう晴海の解放どころではなかった4人はほとんど同時に川野の部屋の前へ駆けつけたところがいくら叩いても呼んでも返事がないそれにドアは情が降りていると見えてびくともしなかった ここでちょっと説明しておく必要があるがこのホテルの扉の取っ手には特別の仕掛けが設けてあった別にこのホテルばかりではなくしばしば見受ける仕掛けではあるが内側についている取っ手のノブに中央に小さな突起があってそれを押して扉を閉めると改めて鍵を使わずともそのまま鍵がかかってしまうのである4人の叫び声を聞きつけて 支配人と二人との女中まで駆けつけつてきた。当時このホテル内にいた人間はそこへ全部集中したことになるのである帳場の呼びかぎで扉を開け一歩中へ入ると途端に凄惨な光景が目に映ったまず床の中央にうつ伏せになったまま倒れている川野の姿それから 血まみれになったそのそばに転がっているブロンズ製のマリアの立像続いて半開きになっている突き当たりの一枚の窓ガラス思いのほか早く医者が駆けつけてきたがもうどうにも手の下しようがなかった後頭部にまるで卵の殻を砕いたような激しい打撲症を受けていたもちろん即死である 一見平凡な殺人のように受け取れただが調べにかかるとこれがどうにも手に負えない難物に変わっていくのである急法に接して警視庁から加賀美自身が駆けつけた大方の事件というものは最初一別した時に非常に奇怪に見えていたとしても 次第に捜査が進むにつれどこからか謎がほぐれていくものだがこの事件ばかりは正反対であった一見極めて平凡に見えそのくせ調べれば調べるほどちぐはぐになり不可解さが増してゆくというありさまであった今その疑問の数々を次に順を追って述べてみよう疑問の第1話 加害者がどこかから逃亡したかという問題であった。当時4人の人間が目と鼻の廊下に立っていたのであるだから加害者が戸口から廊下へ出たとすれば彼らの目をかいくぐることは絶対に不可能であったはずだが4人とも外に何者の姿も見ていないそこで当時注目されたのは半開きになっていた窓であった そこから抜け出し、蛇腹伝いに非常梯子まで行って地上へ降りることは不可能ではない。ただし、実地に試験してみると、よほどの軽業しかさもなければ計画的に道具でも用意してこなければ到底できそうにないことが分かってきた。ところが、その窓の面した通りは、比較的一通りの多い場所でそうした。目に立つことをやったとすれば。 どこかに目撃者がなななければならないのであるしかし調べたことではそうした目撃者は全然ないらしい疑問の第2は狂器の使用法についてであったこれは捜査会議でも重大な論議の的になっているもちろん狂器はそばに転がっていたブロンズのマリア像であることは確認された ただ問題なののはその使用法であった。五寸角2寸厚みくらいの台座の上に1尺5寸くらいのマリアの立像が立っている細長いもので日頃一隅のレコードケースの上に置かれていたものであった犯人はそれをつかんで川野を撃ったものだろうがこうした細長い重い凶器を使う場合普通ならどうするか 首の細いところをつかんで台座の角で撃つとかまたは台座に接した脚部の細い箇所をつかんで像の頭部で相手を撃つとかその2つの場合しか考えられないであろうところが傷の外観や台座の裏面に付着していた血痕などからして明らかに台座の裏面で撃ったものと断定された。 ちょっとと、の状況を推測してみると犯人は象の太い中央部をつかんでちょうどウサギの餅つきのような形で台座の裏側を持って一撃を加えたことになるこれでは立っている被害者の頭部へ襲撃を加えることは不可能だしたとえ椅子にかけていたとしても敏速かつ強力な打撃を加えるには随分不便であったろうと思われる。 だが犯人はあえてそんな変則的な使い方をやったのだなぜだろうわからないさて第3話これは最も重大なそして最も異様とも言える疑問であった犯人の動機が全然見当がつかなかったのである物取りか 現場のテーブルの上に7004円の入った紙入れや時計指輪などが載せてあったが手も触れていないし調べてみると紛失物は何一つなかった地上化糸村も山西も被害者の名誉のために彼の生活の清潔であったことを極力力説した少なくも地上関係と判断すべき積極的な論拠は何一つ見当たらないことだった では怨恨ではなかろうかホテルの支配人や女中たちは川野を中心とした山の親子糸村青年たちの日常を口を決めて褒めそやしたいずれも温厚誠実そして親切な人たちそれに4人の向上は旗の見る目も羨ましいくらい緊密であったと以上を要するに 被害者川野を取り巻いていかなる犯罪的空気よも存在してはいなかったと断ぜざるを得なかったただこうした中にあって警察官たちの心象に市松の暗いものを投げたものがあるとすればそれは女だてらに朝っぱらから前後不覚に酔い潰れている晴美という女性の存在であっただがそれにしても少なくも 被害者川野に対する場合の晴美はどうだったか晴海が泥酔から覚めた時の印象的な一幕はいい意味で後日までも警察官の記憶にとどまった睡夢から覚め川野の死を初めて聞かされた彼女は狂気のように人垣をかき分けながら部屋の中へ駆け込んできたそしてちょっとの間棒立ちになって 呆然と足元を見下ろしていたがそのうちガクッと飲めるように死骸の上へと取りすがった「おじさんおじさんおじさん」おじさん「あおじさん血を吐く絶叫」とはこうした小姉を言うのだろうかしがみつきおえつしむせびなき そうしてきっと頭を上げたと思うと、涙に濡れた千葉った目でいならぶ警官たちを狂気のように見ました。誰が殺したんです？なぜ殺したんです？言ってください、言ってください、言ってください。そばから父親の山西が悲愁に満ちた小声で誰にともなく言い訳するように低く言った。娘の失礼を。 どうかおめに見てやってください。川野はこれを我が子以上に慈しんでくれていましたしこれもまた川野に対して死んだ母親への愛情をそっくり注ぎかけていたと言ってもいいくらいだったものですから本当に川野とこれとは。 肉親の親子以上にも愛し合っていたのですさあ晴美そこをお離れ警察のお方の邪魔をしてはいけないよ川野と晴美との間も温かく親しいものであったろうそれにしても山西のその娘に対する愛情の深さは その短い小姉のしみじみとした調子の中によく現れていたこうした状況のもとにあってもし次の二つの発見がなかったらこの事件は永久に未解決のまま埋もれてしまったかもしれないその一つは被害者が右手の腰の中に固く握りしめていたものであった 死骸はうつ伏せに倒れ右腕の前拍は体の下へ降りしいたままの姿勢でいたがやがて検視官が来てその死体を動かし初めてそれが発見された1枚のトランプカード黒いスペードの3であったじきにホテル中が捜索されたそして結局ただ一組のトランクが晴海の上の化粧台の上から見つけ出された トランプカードの裏模様はよく似通ったものがあるものだがこの場合もそれで問題のスペードの3と発見された1組とを比較してみると一見同じように見受けられながらもう一度見直すとそれは全然違った模様であることが分かった被害者の握っていたのはランを細かく模様化したものだし化粧台にあった1組はるバラを図案化したものだった。 それにその一組にはスペードの3がちゃんと入っているし枚数にも1枚の賭けもなくそろっていたではそのスペードの3は一体どこからどうしてなぜ持ち込まれそしてどうして被害者の手に握られていたのだろうかおそらくその疑問の解けた時には同時に事件が解決した時であろう 最後の発見は鏡がこの殺人現場の雰囲気の中で強行当時鳴り響いていたというレコードを一度聴いておきたいと何気なくふと思った瞬間に始まった電気蓄音機の回転板の上に乗ったままになっていたそのレコードは他にもまだ十数種レコードケースの中に同種類のものが収まっていたが日本では珍しいフランス的なのもので黒髪のレーベルには フランス文字が美しく金彫りになっていたところでその月夜のバラと書いた表題を何気なく読んでいるうちにふと目の角度の変わった瞬間表題の上部に並行して並んだ5つの日本文字が突然鮮やかに浮かび上がって彼の視覚の中に飛び込んできた音量の部屋確かにそう読めたのである。 見直すとその文字の正体はすぐ分かった。文字の自覚を追って点々と白い絵の具の痕跡が残っていて、その周囲一帯レーベルの表面を強く摩擦した痕跡が見えた。これはかつて白いポスターカラーで日本文字が書かれてあったのを最近こすり落としたものがあるはずだ。目の位置がある角度まで斜めになると、 反射率の違ったこの文字の部分だけ突然浮かび上がって見えてくるのである回転の始まったレコードからは美しい旋律が谷間の岩清水のようにこんこんとあふれ出て広がっていった夢見るような甘美なメロディーであっただが鏡は果たしてそれに耳を傾けていただろうか彼は ほとんど呆然として次のようなつぶやきを繰り返していたの部屋どういう意味だろうこのレコードとどんな関係があるんだろうそして何故それを吹き消したのかそのあと3日間事件は何らの発見も見せはしなかったただ新聞だけは 当節珍しいスペースを割いて盛んに書き立てていた謎のスペードの3欄模様を裏づりした一枚のカードは何を語るさて4日目鏡宛てに一通の速達便が舞い込んできた下手な字でこんな意味が書いてある。 新聞に出た乱模様を裏づりしたカードについて申し上げられるようなことがあると思うただ自分は人目を恐れるゆえ当方から参上はできない課長ご自身そのカードを持って午後3時までに浅草橋駅前においでいただけまいか当方は茶色のオーバーを着 胸に赤いリボンをつけてお待ちしているこれが鏡をつり出してそのポケットからスペードの3を巻き上げようとする何者かの一連のたくらみであることはやがてスリの自白で明らかになった念のため約束の浅草橋まで行ってみる「もちろんそんな人物は来ていない」 けばけばしい壁紙の上に安っぽい石版画や物干しそうな色紙短冊をうるさいほどベタベタ貼り付けてある変にいやらしい暗さを投げている色電球ニュースも長唄もオーケストラもかけっぱなしに放り出してあるラジオそれから歌わしてよを思い出させるひねこびた女の子が3人その3人が 来る客来る客を捕まえては言っているあたしたちオリオンの三つ星よこれからそう呼んだよなお兄さん銀座裏の喫茶オリオンとはそんな店だった鏡はまか大きい白の鉢の影に席をしていた店のどの角度からも彼の姿は鹿とは見通せないはずだ反対側の隅には 色眼鏡にレインハットの男が頑張っていたさっきのスリである彼は時々鏡の方へチラッチラッと追唱笑,笑いを送りその合間には味気なさそうにコーヒーのさじをしゃぶっていたどこかで6時が鳴った同時に扉が開いてドヤドヤっと数人の人影が入ってきた 色眼鏡の男は伸び上がるようにその方を見ていたがやがてドカンと腰を戻しがっかりしたように鏡の方へ手を振ってみせたそのまましばらくは扉の開く気配はなかった色眼鏡の男は次第に心配になりだしたように神経質に柱時計を振り返ってみ腰をもじもじやりそしてその度に鏡の方をちらりちらりと盗みみた 彼としてはここらで一つ鏡に忠義立てがしておきたかったのだそして何とか自分の刑を軽くしてもらう上着も肌着もテーブルも空気もあらゆるものがジトジトとしけていたビールのコップを口へ持っていけばそれまで妙に生臭かった6時20分突然 色眼鏡の男が緊張しだしたのが鏡に分かったテーブルの陰でしきりに手を振って見せていたそれを待つまでもなく鏡はすでに見て取っていた一つの窓からガラス越しにじっと中を覗き込んでいる顔があるのだ何者かわからないがただガラスに押し付けているマスクだけがくっきりと白く見えている 用心深く極めて用心深く中をうかがっている様子だイライラさせる長い時間だったたっぷり5分間はそうやっていただろう色眼鏡の男はついにたまりかねたようにポケットから例のカードを取り出してこれ見よがしに両手の中でもてあそび始めた「これを見てくれ」 これを見てくれと言わんばかりにさらに23分やっとその顔が窓から消えた今度は戸口へ近づいてくる足音が聞こえた続いてドアが23寸開き間を置いてやっと中へ一人の男の影が滑り込んできた帽子をまぶかにかぶりマスクをかけ レインコートを長裾にまとっている彼は中へ入るや今までの春巡ぶりとは正反対に店を横切って一直線に色眼鏡の男の前まで来た実に素早い歩き方だった物も言わなかったひったくるようにカードを受け取りすぐ懐の紙入れに手をかけたが ここまで驚くような速さで進行していた彼の動作はその瞬間まるで電気に打たれたようにギクッと止まった何かの気配を感じたのだった顔を上げきっとこちらを見た今は鏡と遮るものもなく目が合った山西さんですな かんぱつを入れず呼びかけた鏡のそのひと言はおそらく相手にとって晴天の霹靂以上に響いたはずであるその瞬間の彼の表情はマスクに隠れてよくは読み取れなかったただ5秒か6秒の暗い沈黙があった続いてごくっと固唾をのむ気いが感じられたそうしてそれが その時彼の表した反応の全てだったのださらにそのあとに続いた彼の動作のすべてはこの場合ほとんど狂坦に値するものがあったというべきではないか彼山西はマスクと帽子を取り静かな微笑をたたえながら陰陰に会釈し,ゃくしゆったりと鏡の方へ歩み寄ってきた 重要な証拠品であるカードをすり取らせようとしたその人の捜査一課長の前へこりゃあお珍しいこんなところでお目にかかるなんて彼は豊かに微笑を含みながら鏡の前へ席を締め落ち着いた声で女を呼んだ「君ビール」 長さん、もう一杯おつきあい願うるでしょうなそうそうビール二つ頼みますよなんと確信に満ちた静かな声であったろうおそらく親友同士の不意の出会いであったとしてもこうまで何気なく静かではありえなかっただろうにところで鏡の方はどうだったか これまたすこぶる満足しきった目つきでまじまじと相手を見つめながら口のたばこへゆっくりと火を移したこの店じゅうでこのテーブルほどに静かな組はどこにもなかったであろうだがそのくせ山西が何気なく手から離してテーブルの上へ置いた一枚のカード黒いスペードの3を挟んですでに 二つの意志と意志とが見えざる火花を散らして激しく対立し合っていた色眼鏡の男は狡猾な目つきでその方を伺いながらいつの間にかこそこそと戸口へにじり寄り素早くずらかる気構えを見せつつあったがしかし今や彼らごときは問題のうちではなかった なんという悲惨な事件でしょう。かわいそうな川野。でも、これは川野自身の不幸だけではありません。私たちがどんなに落胆していることか、あなたにお分かりになるでしょうか。異様なことだが、こうした場合になっても、 この山西という人物の醸し出す雰囲気にはおよそ暗い犯罪者らとは縁遠,遠い誠実さと温和さとそしてそれを匂いづけている人生を悟りきった人だけの持っている淡々たる哀愁の色とが感じられるばかりであった「新・グラン・ギニョール劇団」「思っても懐かしい思い出です」 彼を座長にそして私も一枚加わって二人で作り上げ二人で育て上げた劇団でした座員の一人一人もいずれも私たちと趣味を同じうしたいい人たちばかりでした劇団にははつらつたる熱情と温かい友情が満ちていました それは家庭以上に親密な楽しい集まりだったのです東洋各地それからヨーロッパにまで行ったことがあるのです彼は名優であり名演出家であり名作家でもありました至る所で成功したものでした その劇団が解散したのは10年前原因は私が病気のためどうしても引退しなければならなくなったからでした彼は一時落胆のあまり競技へ引きこもったようでしたがしかし彼は生まれながらの舞台人だったのですね舞台なしには 生きていかれん男だったのですそれから3年老いの糸村やそのほか新しい人たちを集め太平洋劇団を作って大陸に渡りました彼の芸は日本にはまるで向かなかったからです一体山西は何を言おうとするのだろうか少なくも彼は 鏡のポケットからスペードの3を奪い取ろうとした張本人ではなかったか私は妻と娘と3人それから東京に住み着きましたそして今度の呪われた戦争私は妻と財産を一緒に失い 一時は生活の勇気さえなくしかけたくらいでしたそこへ川野が帰ってきてくれたのですなんという思いがけない幸福でしたでしょうまったく春に巡り合ったとでもいうような気持ちでした突然加は相手の話を遮った彼は 相手の顔へ残酷なくらい鋭い視線を集中しながらポケットから取り出した紙包みをテーブルの上へ投げやった,取りたまえ君のお金だ。山西は静かに視線をそれへ投げた全く静かな目つきだった芸術に反省を捧げ人生を悟り尽くした老人の磨かれた渋い 高な姿がそこがなたそにあったしかし鏡には分かっていたこの男は間違いないところ何か重い宿わに悩んでいるんだああ今朝の宣言ですか色ロメガネの男にやった手付の宣言ですね鏡のやり口は随分辛辣であったはずだが しかもなお山西の顔から微笑の影は消えなかったいただいておきましょうお手数をかけましたこの金は川野の供養の一部に使わせていただきましょう多分ご賛成くださると思いますが何たる自信に満ちた落ち着き払った調子だったろうか そこには何らの狡猾さも何らの暗さもそして何らのふてぶてしささえも感じられはしなかった加は指先でテーブルの上のカードをたたいた説明したまえ山西はちょっと加の顔を凝視しそれから黙ってポケットからつかみ出したものをテーブルの上へ置いたカードの一組であった。 これにそのスペードの3を合わせるとちょうど1組になるのです。お分かりですかこのカードは私のものだったのです。それが君の説明かね。不満足だとおっしゃるのですかつまり3を使って あなたのポケットからその一枚をすり取らせようとしたことですか。ええ、私のやったことです。みんな承認いたします。理由は簡単です。私は事件に巻き添えを食いたくなかったのです。スペードの3がどうして川野の手にやったか。 それは私には分かりません。川野が私の部屋から持って行ったのでしょうか。とにかくそのスペードの3が私のものだと分かって巻き添えを食うことが私は嫌だったのです。君はそんな説明で僕が満足すると思っているのか これ以上申し上げようがないのです。私の知っている事実は、それで尽きているからです。では君は、君の娘さんが嘘をついていると言っているのか娘アルミがですか。山西の表情は、一瞬かすかではあるが、疑惑とロバの色が現れ、 またた。すぐ消えていったそれは異様な瞬間であったあれほどまでに自信に満ちて冷静だった彼がここへ来る前に僕は君の娘さんに会ってきたんだ娘さんはマロニエの客の一人から一組のカードをもらったと言っている一組は君にやり一組は自分で持っていた。 スペードの3を見ると、一目で自分のものだと断定した。そして、化粧台の一組を見直し、誰がいつ取り替えたのか知らないが、それは君のものだと言い切っている。いいか。化粧台にあった自分のカードが、いつの間にか君のカードと変わってしまったという意味だぞ。え 君の言うことと娘さんの言うこととどっちが本当だというんだ老媒を押さえつけようとする努力が苦痛と怒りに変わってみるみるその表情を暗くしてゆくのをつい今しがたまでの冷静そのもののようであった彼の態度に比較して加賀美はむしろ驚きに近い気持ちで見守っていた「かなりに長い。 ぎこちない沈黙があった。が、突然顔を上げたかと思うとむっとした怒りを込めて荒々しく言った「それが私のものにしろ娘のものにしろどっちみち変わりはないではありませんか私は私たち親子が巻き添えを食うことを恐れていただけのことなんです」。 言うことはそれだけが言いたくないんだな鏡はむっつりと口を切りしばらく黙っていたがやがて帳場の方へ向かってどなった勘定課長さん私を告発するんでしょうなすり教唆証拠隠滅公務妨害偽証もちろん私は責任を負います どうこうするのですかですか。それとも警視庁ですか鏡はカードをポケットへしまい込みコップのビールを一息に飲み干した「怨霊の部屋とは何の意味だ山西はちょっと鏡を見つめ低い声で言った「新グランギニオール時代の」 出し物の題名ですそれからそれだけです加賀美はテーブルへ金を投げ出し黙って店から出て行った翌朝盗聴した加賀美を F 県警察部からの長距離電話が待っていた捜査一課長ですかこちらは F 県警察部です ああ、ご紹介の件についてです。お書き取りになりますかもしもし始めます。新グラン・ギニョール座というのは、12、3年前、一度 T 氏にかかったことがあるそうです。何でも満州から帰国したとかで。ただし、成績は甚だ悪く、一度 T 氏でやっただけで、またすぐ向こうへ渡っていったそうです。 フランスのグラン・ギニオールを真似て、まあ、ああいった変わった芝居ばかりやっていたらしいですな。もしもし、何ですかああ。音量の部屋。ああ、わかりました。T 氏でやった時にそういう芝居もやったそうです。記録は残っていないんで、当時の見たことのある連中を探し回って、やっと、 そのの芝居の筋ですか申し上げますえーっと舞台は某ホテルですなそこに滞在していた客の一人が隣室の友人を殺しますうまくアリバイを作って嫌疑を免れますがその後、その殺人のあった部屋に幽霊が出るという噂が立ちます殺人の行われた当時 その部屋でレコードがが、鳴っていたののですがそのレコードに被害者の悲鳴がそのまま音量になってこもったというんですでその部屋で誰かこのレコードをかけると人がいる時は何ともないが人がいなくなると突然悲鳴が聞こえてくるというわけです犯人が怪しんで試みにやってみます そこにいるとなんともないが、一歩外へ出ると、途端に悲鳴が聞こえてくるのですな。幾度やってもその通りです。結局、犯人の発見で幕になります。ああ、もしもしああ、ああ、聞こえます。そのレコードの曲名ですかさあ、それはまだ調べてありませんが、 わかりました。早速調べてご報告します鏡美は部屋へポータブルを持ち込み異常な興味を持って月夜のバラをかけてみたすでに聞き覚えた甘美な曲が暗い課長室の壁に不似合いな反響を伝えた鏡美はすでに信じているのだこの曲が何事かを明らかに語ってくれねばならん そしてそれをその日の皮切りとしてこの甘美な単語はその日の夕方までに実に37回も繰り返し課長室から聞こえてきたとにかく奇妙な事件であった4人の男女が1つのホテルに生活している旗の見る目も羨ましいくらい親密な平和な友情に結ばれた日常であった 4人そろって1つの部屋でとりとめもないしかし楽しげな雑談にふけったりまた散歩に出たり時にはそろってささやかな晩餐を取りに出かけたことだろう老人2人は過去の懐かしい舞台の思い出にふけりつつ食後のビールの一杯を楽しんでいただろうし若い二人は未来の希望に熱情を駆り立てていたかもしれない。 そしてその老人の一人はよくその部屋でレコードをかけるのを楽しみにしまた一方若者の一人晴美は酒場通いをして女だてらに朝っぱらから酔いつぶれていたと言ってそこにいかなる犯罪的空気が存在したというのかホテルの支配人は言っている4人とも立派な 穏やかかな人たた。ちばかりでしたそしてうらやましいくらい仲のよい生活ぶりでした少なくも犯罪がある以上そこに動機を暗示する何らかの状況がなければならぬところでこれは物取りではなかった地上でもなかったもちろん怨恨でもありはしない 一体カガミは何を考えていただろう。ちょっとそのメモを見よう。何故春美のカードがすり替えられ、その一枚が被害者の手にあったか。そして何故その一枚を多大な危険を冒してまで山西が手に入れようとしたか。ブロンズ像の台座の裏面を持ってオーダしたのは何故か。理由があるのか。 それとも偶然か。殺人の動機は何かただしどこにも動機らしいものは存在しないもし山西を容疑者とすれば彼のアリバイをどうするか彼は動機の点から言えば最も犯罪から遠い人物だしその行動の点から言えば最も機械なる人物である午後5時半 F 警察部から報告が来た「怨霊の部屋に用いられたレコードの曲名は丹後月夜のバラです」かがは帽子を目深かにかぶりレインコートの襟を立てて霧雨の中へ出て行ったやがてかがみは橘ホタルに現れ山西の部屋を訪れた。 彼がそこで見たのは酒瓶を前にし酔いしれた顔をぐったりテーブルの上へ伏せている山西の姿だった娘さんは入り口に突っ立っていた鏡を山西はドロンとした目つきで見合ったがちばしったその目には肥臭の色が濃い影をつくっていた一日のうちにげっそりと痩せて 気力も何も抜け去った抜け殻のような感じがその五体にまつわりついていたあれは糸村君とちょっと買い物に出かけました今夜はあれの新生活のためにちょっとした会をやろうというわけですあれは酒場の方はやめましてね課長さん どうぞゆっくりしていってくださいそしてあれのために一緒に一杯やっていただきたいですなさあどうぞ珍しいでしょうジョニー・ウォーカーです彼は鏡に一杯勧めている間に自分は立て続けに三杯もやった「課長さん あなたはお子さんがおありですかああそうそういつか新聞で拝見しましたかわいらしいお嬢さんそれに美しい奥さん残忍並んだ写真にこんな説明がついていましたっけ鬼課長の家庭はいつも春 あれを見て以来会ったこともないあなたが無性に好きになってきましたよ子供、可かわいいですな課長さん彼はボロボロと涙を落とし鼻汁をすすりそうしてはまた酒を一杯やったアルミには恋人がありました 立派な青年でした二人は結婚するばかりになっていたのですその青年は王将してクエゼリンという島で餓死しましたそしてそれと同じ頃空襲で私は妻と財産を失いあれは 最愛の母を亡くしました勝ち気だが温かい愛情深い子供だった晴海その晴美はそれと一緒にまるで生きる力を失ったようにがっくり人が変わってしまったのです一時は自殺をやりかけたりして そこへ急戦の怒涛です。若い人たちは、ずいぶんすさみましたなあ。誰の責任でしょう。私にはわかりません。だが、唯一言えることがあります。それは、それが、 若いいい人たちだけの責任ではないということです一体彼は何を訴えようというのか少なくも分かっていることは彼が一時も黙っていられないということだ見ろそのまぶたの赤く腫れ上がっているのを確かに彼はたった今し方までがたまで 一人で泣き続けていたに違いないのだ晴美はダンサーになってホールを3つ変え女給になって酒場を7つ渡り歩きました酒を飲むことを覚えある時など1週間もぶっ続けに酔い潰れて私に介抱させうしたこともあるのです でも私はいいと思っていました。とにかくあれが生きる力だけを取り戻してくれたことをどんなに感謝したか知れません。そこへ川野たちが帰ってきてくれました。課長さん、これが神の与えてくださった救いの綱でなくて何でしょうあれはそれ以来、 日増しに元の晴海を取り戻し始めてくれたのです川野の人格が晴海を温かく包んで次第次第にそして強くあれを導いてくれたのです川なんという温かい心懐かしい男だったでしょう あれは全く神のように心の広い正しいそして立派な男でしたいや私は確かにそう信じていまするみだって晴美だってそうです元来は優しい心の良い子だったのです ただ、とても感受性の強い子だったので。でも、晴海はぐんぐんと元の晴海に帰ってきました。あれは川のほ本当に愛し慕っていたのですよ。酒ぐらい、酒ぐらい飲んで、それがあなた、どうしたと言うんですか しゃべる合間合間に彼は仕切りなしにきを開けた酔いつぶれるまでは無限にそれを続けずにはいられなかったのだろうもうろくにろれつも回らなかったしかしなお彼はしゃべり続けようとするのであるところで課長さん今度の事件です 何たる不幸な出来事でしょう。私は全く打ちのめされてしまったような気持ちです。全く不幸な出来事でした。川野のためにも、晴海のためにも、そしてこの私のためにも、お分かりでしょうか 私の気持ちが、私は恐れたのです。川野を失った悲しみのために、また晴美が以前の苦しみを繰り返すのではあるまいか。あれはとても感じやすい子なんです。今度こそぐれるようなことがあったら。 もう全く絶望です。ええ、もう全く二度と立ち上がれないだろうということは私にはよく分かっています。それを私は恐れたのです。とても口では言えません。どんなに恐れたことでしょうか。でも課長さん。 よろこんでください。あれはいいましたよ。おじさんのしをむだにしないため、きょうからすっかりうまれかわるのだと、わたしはうれしいんです。めちゃめちゃにうれしいんです。課長さん、わたしは。 嬉しいんですよ彼はその上なおもくどくどと同じことを繰り返しやがてテーブルの上へ突っ伏してしまったドアが開いて晴海と糸村が入ってきた「あらおいでになっていらしたの課長さん」春美は鏡の方へ微笑と一緒に軽く会釈を投げて父のそばへ寄り添った。 仕様のないお父さん。強くもないのにあまりお飲みすぎになるからよ。課長さん。私が今日から心を入れ替えます。そういったことを父はとても喜んでくれたのですわ。喜んで、喜んで。こんなになるまでめちゃめちゃに飲んでしまったのね。糸村さん。私をしたくするから。 あなたはお父さんをちょっと解放してあげてねその代わり今に私があなたを担当解放してあげる糸村は鏡の方へちょっと照れながら山しを長い椅子へ運んでいったはるみはせっせと買ってきた缶詰やつまみ物などを並べ最後に3つのコップへ酒を満たしたどうぞ課長さん父の代わりに はるみの前途を祝してお飲みください。はるみはコップをあげると目を閉じ、小さな声で祈るように言った。川野のおじさんはるみは、私がどうすれば一番おじさんがお喜びになってくださるかよく知っています。おじさんはるみは今日から生まれ変わります。この一杯を最後にして、もう、 一生酒は手にしはんにませんそれからおじさんはメソメソしているはるみがいちばんおきらいでしたわねだからはるみはこんなにげんきにはしゃいでいますのよみなさんどうぞはるみとそしてなくなった川野のおじさんのために乾杯かがみは心に鉛のような憂鬱を感じていた 帽子を取って立ち上がった。もうおかわりですの？そうね、お忙しいんですわね。お引き留めしませんわ。カガミは戸口まで来ると、つと足を止めて送ってきたハルミのほうへ振り向いた。ちょっとお尋ねしたいことがあるんですが。あら、ほなんでしょう？カガミを見上げたハルミの目はあどけなかった。 あの事件の日あなたが酒を飲んだ前後のことをもう一度よく思い出して話してくださいませんか鏡の声は物上だったそうね本当は私あの日のことはなるべく思い出したくないんですのでも課長さんのお仕事に必要なのならば私お話しいたしますわ。 そうでした。私、朝の7時頃目を覚ました。二日酔いで気持ちが悪かったので、ウイスキーを飲みました。そうしたら、おじさんに見つかって叱られてしまいましたわ。お父さんはお留守だったものですから。それでも、私の悪い癖で、一度飲み出すと、もう途中で我慢ができないのです。おじさんの目を盗んで、 とうとう正体のなくなるまで飲んでしまったんですのでも私そうしながらおじさんにすまないすまないと思い続けていましたそうしてとうとう最後におじさんのところへ謝りに行きましたおじさんがよしよしと肩をたたいてくださって私の思い出せるのそのくらいのことですけれど お役に立ちますでしょうか、課長さん加賀見はちらっと長いすの方を見たそれからは憎悪と悲痛と憤慮に火のように燃え上がった山西の目がじっとこちらを凝視していたさようならおやすみ加賀見はきびすを返して出ていった すでにほとんど全部の材料はそろっていただが最後の一つの鍵は今日になってちょっとした偶然なことから思いもかけず発見されたサイドテーブルの上に置きっぱなしになっていたレコードのホコを払うつもりで手に取り上げた鏡は何ということもなくふと裏を返し一度それをかけてみる気になったのだワルツ舞踏会への招待。それが その裏面に吹き込まれていた曲の名だがその曲が一体何を彼に教えたであろうその弾むような軽快なワルツの曲が終わった時でに加賀美はぎょっとした顔つきになっていたもう一度その曲をかけ今度は演奏時間を時計で測った3分7秒 今度は裏を返し月夜のバラをかけたそしてそれが終わった時彼は激しい舌打ちをした 2>, 2分10秒何たることだどうしてこんな簡単なトリックに気づかなかったのかレコード面に刻みつけられた溝の部分の幅を測ってみると月のバラの方が舞踏会への正体よりずっと広いのだ 言いかえれば月夜のバラの方が舞踏会への招待より演奏時間が長くなければならぬはずだところが実際は逆にはるかに短いのだなぜだろうもちろん決まっている彼はもう一度月夜のバラをかけ注意深く針を当てたすでに十二分に聞きなじんだ旋律が 何事も投げにもげれ出してきた。しかるにその針の先を凝視している彼の瞳には何かを待っている絶大な期待の色があった曲は終わりに近づいたと突然何の予告もなしにレコードはけたたましい叫び声を放ったな何をするんだ貴様は鏡は、 止まったレコードを凝視しながら黙念と椅子に沈んでいたこれがトリックだったのだそしてそれが全てだったのだなんと簡単なトリックであったろうこれはかつて日本にも流行ったことがある一面から2つの違った曲が聞こえてくるレコード何でもない 二つの曲を二本の平行線に並べて刻みつければよい。それだけのことだ。第一の線に針が入れば第一の曲が、第二の線に針が入れば第二の曲が鳴り始める。ただこのレコードでは、普通のやり方で針をのせれば、必ず悲鳴のない月夜のバラがかかるように注意されてはあったけれど。もちろん、 1> 第1局も第2局も共に月夜のバラを吹き込んであるのだがただ第2局にはその上川野の声で悲鳴が二重録音されてあるというだけだ多分怨霊の部屋の舞台に使うため川野がフランスで特に吹き込みをさせたものであろうこれがこの事件のアリバイの正体であったのだ 取かかから電話がかかってきた「課長山西千蔵が面会に来ておりますが山西は昨夜一晩でまたさらにげっそりと痩せていたただし昨夜のように憤怒や憎悪や絶望的なものはもう表情のどこにも残ってはいなかったただその姿からは何か心にしみる悲しみが。 たいうのようににじみ出ていた今や加賀美はここで最も悲痛なる人生の悲劇役者と向かい合って立たねばならない彼は後ろの書棚から一冊の本を抜き取って彼の方へ押しやった読んだことがあるかね山西はちょっとそれに指を触れ軽くうなずいてみせた「バーナビー・ロスの」 Y の悲劇ですね。少年が死んだ父親の書き残しておいた探偵小説の原稿を見つけ出しその筋書き通りに意味もなく犯罪を犯すと言った確かそんな筋だったと思いますがつまり課長さんあなたは今度の事件が 『Y の悲劇』に似ているとおっしゃるのでしょう。多分あなたはレコードのトリックにお気づきになったのでしょう。そうです。今度の次元では私はシン・グラン・ギニョール時代の怨霊の部屋を思い出しその筋書きに重要な部分を占めていた。 そのレコードをアリバイ作成のために利用したのです。それもある。だが僕の言いたいのは他の点だ。Y の悲劇は子供が親の世界の罪悪を模倣して悪に染まっていく人生の悲劇を風刺している。だが今度の事件は子供の犯した過失をかばおうとして 親がはまり込んでいった人生の悲劇だったのだこの二つの悲劇の対比を僕は君に言いたかったのだ加賀美は相手をじっと見つめていた彼の言い方の中には単なる司法警察官としての立場を離れた人間的な連憫の調子が含まれていた 君の娘さんが昨晩思い出して話してくれたことからこうした想像ができる娘さんは酒を飲んだ詫びを言いに川野の部屋へ行った川野は足元の危うい娘をかばってその部屋まで連れ帰ろうとする娘さんは「大丈夫大丈夫」とその腕を突きのけようとする階段の上まで来た 危うく娘さんがよろけかかった川野はびっくりしてそれをかばおうとした娘さんには足元の危険を判断するだけの注意力はなかったなおも川野の手を払いのけようとしたよろけかかっていた川野はそこを疲かれてひとたまりもなく踊り場まで転落した その時娘さんは何かの理由で手にカードを持っていたとっさに何かにすがろうとした川野の指先がそのカードに触れた偶然一枚だけが握りしめられたおそらく後のカードは付近へ飛び散ったであろう娘さんは何も知らず部屋へよろけ込みそのまま 眠りに落ちてしまった。語る鏡の眉は物げに曇っていた彼がこんなにもしみじみと話すことは珍しいことだった外出から帰った君がちょうどそれを目撃した駆けつけてみる川野はもう完全にいけない瞬間君は何を考えただろうか 娘さんを過失致死罪から守り抜くことだ幸い人目がなかったそこでまず君は川野の体をその部屋へ運んだであろうそれから飛び散っていたカードをかき集め戻ってくるそこで君はどう考えたか何よりも階段から追視した事実を隠さねばならないなぜといえば よいから覚めた娘さんが川野が階段から追視したと聞けばあるいは酔っている中の記憶をたどってその原因が自分にあることを思い出すかもしれないと思ったからだ君は娘さんに対してそれほどのショックでさえも絶対に与えまいと願ったのだそれには一体どうすればいいかもちろん川野の死を 他の形式に偽装するより他はない、と君は考えた。何しろことはとっさに起こり、そして死急を要するのだ。君はふと、音量の部屋に使ったレコードのことを思い出した。そうだ。殺人事件に仕立てよう。そうして、どこからも犯人の上がらないように注意をしなければならん。 君は罪のない人たちにあらぬ疑いをかけることを何より心配したからだ君は凶器となるものを探した踊り場のコンクリートの床にぶちつけて受けた傷だだから平面を持ったものでなければならんうまいものが他にはないとっさにマリアの像を選んでその台座の裏で もう一度打撃を加えたそれから窓を開ける犯人の逃げ道を偽装したのだそれからレコードレーベルに書いてあった音量の部屋という文字を吹き出したその文句からレコードのトリックを嗅ぎつけられてはならんと思ったからだ最後にレコードを始動させ外へ出て扉を閉める あの扉は鍵なしでも閉めれば鍵がかかる仕様になっているだろうそれから娘さんの部屋へ入って糸村に声をかける加賀はちょっと言葉を切り山西の答えを待っていたそれにしても山西の姿はなんと静かであったろうもはや昨夜までのあの狂気じみた水管の気配はどこにもなかった 課長さん晴海の過失致死罪を確定する何らの証拠もないでしょう今後の日本の刑法は単なる推測だけで処刑されることから我々人民を十分守ってくれるはずだと信じます山西はじっと鏡を見つめていた鏡はその業種をまともに見返しながら ちょっっとの間黙っていた。何か不機嫌なものがその眉を暗くした「上皇聞きたいのかね」それからにわにぶっつけるような言い方をした「川野と晴美がもつれ合いながらその部屋を出てきたところを見ていた証人があるんだ」。もちろん、 階段の上から川野が転落する瞬間まで。ただその男は2人が酔ってふざけているのだと信じていた川野が落ちた真似をしているのだとばかり思っていたのだなぜなら川野は声を立てなかったし落ちた音も大して高くなかったし酔った娘さんは笑って部屋へ駆け込むし それに、その男のいた位置からは、踊り場までは見通せなかったからだ。知っているだろう。あの時言い合わせた連れ込みの会社員を。今朝その男を呼び出して証言を。言いかけた途端に、鏡は愕然と跳ね起きた。バカ何をする山西の手から、一個の注射器が飛んで床に砕けた。 彼は鏡に突き飛ばされてよろめいた体を素早く立て直してふんぬに燃えている鏡の前にきっと立った医者などを呼ばないでくださいどんな名医が来たって間に合うはずがないからです私の命はあと5分間も持つでしょうか 私はその5分間をただあなたと二人きりで話したいのです私はそれを要求します課長さんあなたもそれを聞いてくださいましょうね彼は触れ合うばかりに鏡に歩み寄り燃え上がるような目で 重苦しいばかりに凶死したそうですあなたのおっしゃったことはすべてそのとおりですはルミは酔うとカード占いをやるのが癖でしただから川野の部屋へ行くときもそれを手にしていたのでしょうただ私は 川野の手にその一枚が握りつぶされていることだけは見落としてしまいましたそしてその一枚から晴美が事件に巻き込まれたりまたそのカードから晴美自身自分と川野の死とに何らかの関係のあることを感づいたり。 あの、感じやすく、もろい、そして不幸だった晴美のために、そんなことでさえも、私は絶対に避けたいと思ったのでした。だから、私のカードと、あれのカードとをすり替えてしまいました。その後、 カードのことが新聞に出た時カードを晴海にくれた酒場の客がもしや当局に密告しはしないかと思い何とでもして一刻も早くそれを自分の手に入れてしまいたいとあがいたわけでしたすべてあなたのおっしゃるとおりでしただが ただひとつ言いかけて彼は突然肉体を襲撃し始めた通句によろよろっとそばの椅子へ崩れ落ちたが彼はこの苦痛にゆがんだ顔をすぐまたきっと起こした「だがしかしただ一つあなたのおっしゃったことにた」 がっている点がある点あのですそれは川野が晴海に疲れて落ちた時に死んだのでは絶対にないということなのです。お分かりですか踊り場に倒れていた川野はただ気を失っていたにすぎないのだという ことなのです。課長さん。それを、私は、彼の部屋へ運び、この手にかけて、殺しました。犯人は私です。犯人は私です。川の方を殺したのは、 私です鏡はもとより彼の言葉の矛盾をよく知っていた山西が踊り場に倒れている河野を抱き起こした時河野がもし死んでいなかったのだとしたらもちろん彼はすぐに医者を呼んだであろう河野の命は彼にとっても晴美にとってもかけがえなく大切なものだったからだ どうして殺す必要があったろうか。彼は、晴海の過失致死という記録さえも、後へ残したくないに違いないのだ。死が、すでに迫っていた。課長さん、最後に、私の、 わがままなお願いを一つしてみたいのです。聞き届けていただけるでしょうか。あれに私がここで病死したことをあなたから告げていただきたいのですが、今更加賀に言うべきことがあっただろうか。 彼は山西の上へかがみ込み無言のままその右手を力を入れてグッと握ったありがとう持病ですでに一年とはなかった老人の命が若い者の命の上に。 少しでも明るさを加えてやれるということは課長さん子供は可愛い,いものですねそうしてその詠嘆が山西の最後となった。 老人の顔にはかすかに微笑さえ浮かんでいるそれは人生を悟りきった人の悠々たる穏やかなそして満ち足りた美しい死に顔であったかくして全ては終わった鏡の ふうっと吐息をつきながらつぶやくのが聞こえるであろう悲劇だだが何という温かさであろう